クリントンのスキャンダルで共和党の我々が政権を取るんだぞ、バンザーイ。しかし同時多発テロ、タリバン政権、イラク戦争、ブッシュ政権はアメリカがかつて味わっていない新たな敵、テロリズムとの戦いが待ち受けていた。世界が見守るテロ対策でアメリカはどのような選択を選んでいき、なぜ同時多発テロからイラク戦争へとつながっていったのか、激動のブッシュ政権を解説する。共和党で政権が奪えたぞ、バンザーイバンザーイ。なんだよ、またブッシュか。どうせ親父みたいにラッキー男としてやっていくんだろ。え、俺を舐めるなよ。俺はレーガンよりも保守、とにかく小さなアメリカの国ができた時ぐらい小さな政府に戻していくんだよ。超保守で知られるブッシュは実際に総額1兆3000億ドルの減税を実現するなど、公言通りアメリカを小さな政府に推し進めていく。さらに外交においても超強気に対応していくのだ。地球温暖化防止による京都議定書、クリントンが勝手に署名したことだろ。こんなの破棄だ。アメリカは単独でやっていくぞ。それないですよ、アメリカさん。うるせえ、俺たちは最強のアメリカだ。あ、そうだ、ミサイルの制限条約も抜けさせてもらうぜ、ロシア。おいおい、一緒に取り決めてきたことだろ、そりゃねえだろ。こうしてブッシュは外交では単独行動主義的であり、アメリカの孤立主義を再び助長する態度を見せていく。ギャッハッハッ、これこそアメリカなんだよ。アメリカはな、単独でも世界最強なんだ。しかしここで世界を震撼させる事件がアメリカを襲う。おいブッシュ、俺たちの存在を忘れてねえだろうな。2001年9月11日、ニューヨーク州マンハッタン、ワールドトレードセンタービル。この同時多発テロはアメリカにこれ以上ない大きな衝撃を与え、テロリズムは冷戦時代のソ連との脅威とまるで異なっていたのだ。米ソ間には冷戦中奇妙な安定が存在した。それは相手が先に攻撃しても大国のため反撃をする力は残って、結局どちらも先制攻撃はしにくいという安定感があったのだ。しかしテロは違う。テロリストの場合、自爆テロに象徴される通り抑止は容易ではない。しかもテロリストは予告予兆なしで攻撃をしてくる。その上1000回テロ行為を試みて1回でも成功すればテロリストは成功だと感じている輩だ。冷戦のソ連とは全く違う。この上大量破壊兵器をテロリストが持っていたら何の躊躇もなくアメリカに落とすのでは。いやいや、絶対死にたくない。でももう怖くて、こんなアメリカにもういたくない。捕まえてくれ、テロリスト。テロリストを捕まえろ。こうしてブッシュ政権は何が何でも解決しないといけない国の総意を挙げたテロ対策を最優先された。テロを行ったのはオサマ・ビンラディン率いるアルカイダと称するイスラム過激派のテロリスト集団のようです。そのビンラディンは今アフガニスタンにいるようですよ。そうか。おい、アフガニスタン、ビンラディンを引き渡せ。いやいや、それは無理だ。我々にもいろいろな思いが。今日は帰ってくれ。え、かきまるのか。くそ、こんなの放置していたらまたいつテロ行為をされるかわからんぞ。いいか、ここからはアフガニスタンへ進行だ。アルカイダもそれをかくまうタリバン政権もぶっ壊してしまえ。いざバッシュ。うん、ソ連でアフガニスタン侵攻してアメリカが止めたのに、今度はアメリカがアフガニスタン侵攻することになるなんて、なんて皮肉なことなんだ。同時多発テロも結局アメリカ、ソ連で加熱したイデオロギーの拡大に巻き込まれた中東の恨みで起きてしまった悲劇の産物なんだよ。しかしこのアメリカのアフガニスタン侵攻でアメリカ国内のブッシュの支持率は驚異の 90% を超えて、さらにアメリカだけでなく NATO も軍事に参加するなど、アフガニスタンへの侵攻はアメリカを中心に世界中が応戦したんだ。徹底的にアフガニスタンをぶっ潰し、わずか2ヶ月でタリバン政権は崩壊した。あー、やりました、ブッシュ大統領。タリバン政権はこれで崩壊しましたし、よかったですね。何がよかったんだ。
首謀者のビンラディは見つかっていない。これではテロはいつだって起きる可能性があるんだぞ。さらに怪しいのがフセインがいるイラクだ。フセインはアルカイダと強い関係があるし、大量破壊兵器を作ってる噂がずっとある。クソパパブッシュ、湾岸戦争の時にフセインを倒しておけばよかったのに。クソクソクソ、こうなったらイラクにも戦争だ。何を理由にイラクに攻めに行くんですか。イラク戦争する理由、そりゃ武器を持ってるか怪しいからだよ。あいつら絶対大量破壊兵器を作ってる。俺がそう思うから攻めに行くんだ。そんな理由で、さすがに各国から批判が出ますよ。うるせえ、そんな悠長なこと言ってる時か。行くぞ。アメリカは怯えていた。ベトナム戦争に飲み込まれたイデオロギーのように、このテロリズムという見えない恐怖に新たな戦争へと飲み込まれていくのだ。おいアメリカ、さすがに暴走しすぎだ。イラク戦争は絶対ダメですよ。理由なさすぎでしょ。国連ではフランスもドイツもロシアもイラク戦争に反対します。うるせえ、テロとは徹底的に戦うんだ。大量破壊兵器は絶対にある。行くぞイギリス。アメリカとイギリスで行ったイラク戦争も3ヶ月で終結した。よっしゃ勝利。やはりアメリカは最強だ。おいフセインを捕まえろ。くそ。でもフセインがいなくなったこのイラクはどうします。誰がこの後このイラクを統治するんですか。そんなの適当にアメリカやイギリスで統治すればいいだろ。そんなこと俺に聞くな。俺はな、フセインが隠している大量破壊兵器、それを見つけることだけでいいんだよ。じゃあどけ。こんな物騒なところ統治できるの。わー、テロが起きた。うわー、あっちではイラク国民の抵抗デモが起きてるぞ。出て行けよアメリカ。こんな国統治できねえよ。ブッシュさん、これはさすがに。ない、大量破壊兵器がないぞ。絶対フセインなんて作ってるはずなのに。おい、おいおい、イラク統治でどんどん財政赤字になってるし、しかもイラク戦争を起こしたきっかけでもある大量破壊兵器もないってなると、ちょっとマジでブッシュ何やってんだよ。ない、やばい。そんなイラク戦争により次第にブッシュ政権の支持率は下がっている中、とどめを刺すように事件は起きる。ルレレレレレレレ、リーマンブラザーズが倒産した。アメリカ第4位の規模を持つ巨大証券会社リーマンブラザーズが倒産。世界金融市場が巻き込まれるリーマンショック。もう何やってんだよブッシュ政権は。うわ、終わった。繰り返される戦争、経済不況という暗雲が立ち込める中、国民は次第にアメリカという国に自信が持てなくなっていた。こんなアメリカで大丈夫なのかよ。しかしここでまた新たな歴史的転換点を迎える。それが初の黒人大統領、オバマ就任。